聖母、マリアの夕べの祈りは、クラウディオ・モンテ・ベルディ作曲による、教会音楽作品。カトリック教会での聖務日課の一部である番歌が、元になっている。演奏に90分を要し、ソロと合唱と、オーケストラが必要な大規模な作品で、これは、バッハ以前の教会音楽では、最大のものであったと考えられる。この作品は、 カトリック教会の天礼に使用されてきた聖母マリアに関する複数の聖書のテキストから構成されている。この作品はモンテベルディにとっての初めての宗教音楽で自身が文化を提案した第一作法と第二作法を同化させながら作曲されている。1610年7月にニコラゴンベールのモテットをパロディした六世のミサ、インイロテンポレローカンとイエズと共に出版されている。 現在でもこの作品が書かれた動機は分かっておらず、音楽学者たちの議論が続いている。グラハム・ディクソンの主張によれば、晩会よりも聖バルバラ準教日のためによりふさわしく、書かれているという説もある。その論拠として、ミヤビカのテキストは、他の女性聖人と関連付けられるものであり、マリアについて歌った曲は、他の女性聖人の名前に簡単に差し替えられるという点を挙げている。 モンテベルディはこの曲をバンカのための音楽として市場性の高いものを目指して作った可能性がある。この曲はモンテベルディがマントバ宮廷の学長をしていた1610年にベネツィアで出版された。どちらかの都市でモンテベルディ自身が演奏したという確実な記録はない。この作品はベネツィアやローマでの役職のためのオーディションのために書かれた可能性がある。 この作品の規模は記念碑的で人数の面と技術の面で十分な合唱団と7つの異なるソリストが要求される少人数の合唱体が必要になる。興味深いことにバイオリンとコルネットにはソロパートが要求されているがリピエノの楽器については指定されていない。さらにモンテベルディはそれぞれの詩編の前に挿入されるべき単旋律成果のアンティフォナを指定していない。 これによって演奏者自身がその時々に応じた気楽作品などを選択することができる。このような選択の例は他にもマニフィカトに二つの番があることからも言える。これはこの作品が単一の作品で演奏されるものではなく個別に演奏されていた可能性があるためだと考えられている。この作品に見られるモンテベルギ独自の各学賞へのアプローチは評価を確立している。 記念碑的な規模の壮大な祈りの音楽というだけでなく世俗的な音楽をも取り入れた音楽は決してその祈りの焦点を失っていない。グレゴリオ聖歌を低戦率として用いることによって全体の統一性を図ることを達成している。ありがとうございます。